おはようございます。今日は一日何されるんですか？今日はですね、大崎選手の一日密着を撮りたいと思いますんで、大崎選手が、来てくれるので、それで一緒に乗車して練習場に行って一日を密着したいと思います。おはようございます。おはようございます。今日お願いします。お願いします密着なんか、ね、ちょっと照れてる感じが。いやいやいや、眠いだけですよとりあえずじゃあ行こうか。はい、行きますか。言いながらレオはあれ何時ぐらいに起きるの？大体日によって全然違いますね。早い時で3時間前ぐらい。おお、なるほどね。遅い時はもっと遅いですね。朝飯は？朝飯食べます。それはあれ、なんか作ってくれてんの？奥さんが。はい。奥さんが軽く。あんま食べちゃうとちょっと動けなくなっちゃうんで。ああ、そういう感じね。はい。なんかこだわったりするの？朝飯と。全然こだわんないです。全然、はい、普通にあのご飯と。ご飯と魚と。おお、いやいや、しっかりしてるね。うん、そうかね。全然おにぎり2つだけの時もありますけど。ああ、そういうことね。まあ、あんまり本当に食べ過ぎないようにしてたら動けなくなるから。朝さ、じゃあクラブハウス着きました。はい。着いたらどんな感じ？流れ的には。シャワー浴びてとか。結構ギリギリに着きたいタイプなんですけど。そうですね、シャワー浴びて、軽く、まあ、ストレッチがっつりとまではいかないですけど。軽くして、軽くほぐしてじゃないですか、背中とかほぐして出るみたいな。最短時間ぐらいで。ああ、そういうことね。はい。あんまりこう長く、ね、あのアップしたくないタイプなんですね。そうですね。ちなみにね、はい、多分結構ね、横側でさ映すとさ、みんな日本人じゃねえだろうって絶対みんな絶対に。俺もレオとさ練習試合さ、去年から徳島としたよね。はいはいはい。ヴィッセルと徳島で練習試合した時に、もういいあのブラジル人センターバックいたのしたらさ、来たらさ、がっつり日本人でさ、日本生まれです、日本育ちですみたいな感じだったから、はい、でも、純日本人なんだよね。純日本人。おやすさん、純日本人。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 でも、あの、生まれっていうか、あっち？育ち？そうですね、育ちはアメリカですね。アメリカなんだ。10年ちょっとかな。ちょっとぐらいの時に行って、向こうの小学校を卒業して帰ってきて、小6の初めとか小6の途中ぐらいに多分こっちの小学校に転入っていうか転校してきて、って感じですよ。あ、そうなんだ。はい。だからもう結構もう日本語と変わらないぐらい英語が普通にしゃあれ？そうですね。そんな変わらない？もう変わらないですね。あ、向こうは学校は現地の学校行って、で日本語家でって感じ？いや、日本人学校もあったんで、日本人学校も行って、なんだったんで、だから最初来た時とかは、まあ、向こう上下関係ないから、敬語使えないから、そこは苦しめましたね、最初。あ、最初ね。そのノリで、先輩とかに普通に呼び捨てとかして、何名前言ってんだよみたいな、そんな感じだったんだ。まあ別に結構、まあ、分かってたから、先輩とかも、向こうで育ってるっていうのは。あ、そういうこと。だからみんな普通に優しかったんですけど。ちなみに、那須さんは英語の方は？ペぐらいだね。ペぐらいですか？ペの丸ぐらいだね。ペの丸いくかなって。丸いく？丸の途中で、だから丸の途中。ペの丸の途中。およそ3分ぐらいかな、ペの丸の専用レーンが。頑張ってください。行きまーす。ひどい。はい。はい。はい。
ちゃん。お疲れ様です。お疲れ様。疲れた。今日はフルメニューだった。練習どうしましょうか。いつもどこでいいですか。練習終わったらまず何をされるんですか。昼飯ですね。あ、ご飯食べる。今日は練習終わって、うん、まあプラスアルファで筋トレあるみたいな。そうですね。週始めはジムがあるんで、ちょっといつもよりは練習時間長いですけど。あ、そうなんですね。練習終わるじゃん。はい。大体何やってるの。基本的には結構ゆっくりしてますね。昼寝したりもする。うん、昼寝もしたりもするし、子供公園連れてったりもするけど、そんなに多くはないですかね。とりあえずゆっくりしちゃいたいんで。あー、そういうことね。まあ日によっては、まあ、家族でちょっと買い物。家族でね。はい、買い物なり。基本的にはゆっくりっすね。平日とか昼寝は絶対挟みたいんで。あー、寝すぎると、まあ、夜寝れなくなったりもしますけど、1、2時間は寝たいっすね。練習後のお昼ご飯ですが、栄養とか気をつけてることはあるんですか。あ、俺か。あ、そうそうそう。特にそこまで気にしないタイプなんで、まあ、ジャンクフードとかは食べないですけど、試合前とかは、まあ、炭水化物とか多く取るようにしてるんですけど。昼飯食べ終わりました。で、今から昼寝するみたいなんで、ゆっくりしてください。また後で合流します。お疲れ様。寝た？ガッツリ寝た？寝ました。ガッツリ寝ました。ちょこちょこ、はい、一緒に、うん、苦労してます。はい、最高です。今日お昼寝して、ちょっとお昼寝して、ドドゾーンとか見て、うん、子供ちょろっと公園してる。あ、そうなんだ。それで今で、そこはただ今は別に考えたらバッとやりたいことは別にないから、サッカーに支障がない程度にやるのは別に損はしないし、時間ある職業だし、もちろんサッカーが大事だから、もう作中。いかがお疲れ様です。でもまあ考えるに越したことはないから、でもまあサッカー人生長くないし、いつ終わるかもわかんない職業だし、家族もいるし、未来にどうつなげていくかとか、今をどう生きるかとか、そういう方が大事かな。人生設計も大事ですね。正直ね、何歳までこうなれるかっていうのは絶対終わりくんだよ。間違いなく絶対に。だから、しっかり考えていかないと、むしろ現役生活より、それ終わった時から、人生の方が長いなって。俺今言いました。うん。上着お願いします。うんめぇ。食べ終わりました。今日は、大崎選手、一日密着させていただいて、で、この後もう寝るだけ？帰って帰って、シャワー浴びて、ネットフリックス見てね。あ、なるほどね。明日の練習備えて。はい、今日はありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ気をつけて。ありがとうございました。